はい、今回のテーマは、ベーザー脂肪吸引は客寄せかどうかということで解説をしていきます。ベーザー脂肪吸引というのは、近年、脂肪吸引の手術の中ですごく人気のある治療方法で、以前は中目線図法って言われる、皮下脂肪を取るためにこう水の大量な水のような生理食塩水を体内に流し込んでいって、それで脂肪を皮下脂肪をあらかじめ溶かしてから吸引するっていうようなやり方が主流だったんですけど、この中目線図法の応用バージョンが、ベイザー波っていう、もので皮下脂肪をあらかじめ溶かして、吸引を行うっていうのがベイザー脂肪吸引になります。で、よくこうクリニックのホームページとかで、言われているのがダウンタイムが短いとか、送信効果が普通の脂肪吸引よりも高いとか、リバウンドがありませんとか、言われるんですけど、これについて本当なのかどうか、ご相談窓口で体験談毎日のように来ますので、それをもとに考えてみると、まずダウンタイムに関してなんですけど、ダウンタイムはほとんどないって書いてあるクリニックは実はこれは、間違いというか、その体験談はごく稀で少ないです。ダウンタイムは通常やっぱり、他の脂肪吸引と一緒で1週間ぐらいやっぱり見てもらった方がいいと思います。なので短いんですけど、もう翌日に元気に行動できますっていうのは、なかなか言いづらいんで、やっぱりこれは三角かなというふうに思います。で、送信効果が高いっていうところに関しては、これは送信効果が高いと思います。先生の技術が少なくても吸引が簡単にできますので、ベイザーの場合は。なので、送信効果が高く、未熟な先生でも比較的吸引の量が多く取れるというところはあると思います。なので、丸ということですね。で、リバウンドがない。これはですね、確かにリバウンドないんですよね、取った脂肪に関して言えば。で、これは普通の脂肪吸引でも同じなんですけど、皮下脂肪をこう外に取り出しますので、その分は、その皮下脂肪の細胞がまた肥大化するっていうことはありえないですね。なので、その取った皮下脂肪に関しては、リバウンドはないんですけど、もともとさらに残ってる、皮下脂肪に関してはそのなんていうか食生活とかの原因によってまた肥大化していくと、体重自体増えますし、ご本人からリバウンドが全くなくなるっていうのは、説明としては誤りで、括弧で、取った脂肪に関してはっていうところなんですよね。取った脂肪だけ、リバウンドがなくなるということですね。なので、取った脂肪に関してはリバウンドはない。これは脂肪吸引の目的になるわけですね。なので、総合して考えるとベーザー脂肪吸引っていうのは、客寄せかどうか、これについてはですね、難しいんですけれども、普通の脂肪吸引でも、技術の高い先生を選べば、非常に効果の高い、ベーザー脂肪吸引、同等以上の効果を得られるというふうに思っていただいていいと思います。あくまで、機械を扱うのは先生ですので、その先生の技術とか、その手術の方法っていうのを参考にしてもらうといいと思います。